伊藤良夏は、日本の政治家、ファッションモデル。大阪維新の会に所属し、大阪市会議員を2期務めた。大阪府大阪市住吉区、山の内元町生まれ。大阪市立小佐小学校、金蘭会中学校、高等学校卒業。高校在学中から、復職モデルの仕事を始める。高校卒業後、金蘭短期大学に入学し、 2002年に卒業。その後、モデル活動の拠点を東京に移し、首都圏を中心に、企業広告や CM、ショーへの出演を行ったほか、ファッションブランドのオーディションで、日本代表に選抜され、フランスのパリ市内でも活動していた。モデル活動中は、芸能事務所、オフィス48に所属していたが、契約を解除し、規範。社会福祉主事人用資格を取得し、 親族が経営する社会福祉法人の仕事を通じて悪化の一途をたどっていた待機児童問題に直面した。2009年、それまで中断していたモデル業を関西圏で再開したが、関西圏の有能な人材の首都圏への流出を目の当たりにし、関西圏の状況を憂れるようになった。2010年、当時の大阪府知事、 橋本徹が代表を務める大阪維新の会が実施した大阪市会議員選挙の候補者候補に合格し、同年9月15日、大阪市住吉区選挙区で同党から購入を受け、出馬する意向を表明した。2011年4月10日投開票の大阪市会議員選挙では8488票を獲得し、得票数4位で初当選した。2016年、 大阪市立大学大学院創造都市研究科修了。2015年の大阪市会議員選挙では大阪維新の開校人で住吉区選挙区から出馬。前回を上回る12,779票を獲得し得票数3位で再選。なお同年よりモデル時代の所属事務所であったオフィス48の関連会社である。 フレーブエンターテインメントがマネジメントを担当している。2016年5月には、大阪維新の会の馬場信幸幹事長らが、同年夏の第24回参議院議員、通常選挙に高木香織堺市議の擁立を模索。高木が自民党に所属していた頃に、維新の看板政策である大阪都構想を批判していた経緯から、人事に反発し、内部からも手を挙げるべきと、 伊藤は自身も大阪維新の会の候補者候補に応募した。当執行部は伊藤に対して過去の政務活動費の不祥事などを理由に出馬に難色を示し、最終的に高木が候補者に選ばれ、高木は参院選で当選した。2018年に一般男性と結婚していることが明らかになり、同年11月に妊娠を発表、2019年4月の 大阪市会議員選挙には出産を理由に出馬せず大阪維新の会本部での職歴がある妹に地盤を譲った翌月の5月に第一子となる男児出産を発表している同年夏の第25回参議院議員通常選挙に向けた日本維新の会の大阪選挙区の候補者として同党は伊藤を擁立する方向で調整していたが 党内の数名議員による反発などを受けたことから、同月15日には、候補者を伊藤から、元アナウンサーの梅村瑞穂に差し替える方針を固めた。一方で、同党の松井一郎代表は、伊藤からの差し替えは、出産後すぐであることから体調を考慮したとしている。大阪維新の会の当世である、ワン大阪、大阪と構想を掲げ、広域連携による規模的拡大。 効率化を推進。大阪府、大阪市の統合による再編、インフラ、水道、消防等の府、市の二重行政の解消による財政再建を訴えていた。2012年から2013年、高級車、レクサスのローンの一部を政務活動費より支払っていた。伊藤は2015年7月末に計80万8450円を全額返金。 体調不良を理由に会見は開かず、政務活動費の充当が可能なリース契約と、誤認したいう趣旨の謝罪のコメントを文書で発表した。ありがとうございます。